そしたら次、はい、僕ら電気屋で使いそうなおもろいものってありますか？そうです。ちょっと変わったところ、ドイツの工具メーカーでハセットというブランドがありました、はい、そこの買ったんですね。ちょっと黒色でかっこいいと。かっこいいですね、はい。そしたら次、うん、はい、僕ら電気屋で使いそうなおもろいものってありますか？そうですね、電気屋さんは結構カッターとかね、使われると思うんですけど、はい、ちょっと変わったところ、ドイツの工具メーカーでハゼットというブランドがありました、はい、そこのカッターですね。ちょっと黒色でかっこいいと。かっこいいですね、はい、なかなかない色ですね。そうですね、まあ、黄色とか黒とかね、赤とか多いですけど、でこれ面白いのはですね、普通はこう出したりとかダイヤル式とかあるんですけど、ここでロックを解除してカチャカチャカチャっと出して、これでロック。ロックが一瞬でできるという。そうですね。めっちゃ楽。片手で出して、まあ、こんな感じで。うわー、これいい。もう一つ面白いのがですね、はいはい、ちょっと見たときに、中にこうちょろちょろっとこう見えてますけど、はい。替え刃がありまして、実はこれ、普通の替え刃と、こういう台形の替え刃が使えます。おー。はい。で、使うときはですね、ここがこう2段になってまして、はいはいはい、今使ってたのはここの入ってたんですけど、ここの下にちょっとしまっていただいて、ここにつけるんですけど、穴の大きさが違うんで、これだとちょっと緩いので、ちょっとまあ面倒くさいというのも面倒くさいんですけど、ここに変えていただきまして、はあはあはあ、これをここにこう入れます、はいはい、そしてここに入れますと、これは梱包バラシとか、そうですね、そういうのに特化してそうですね。そうですね、はい、梱包バラシとか段ボールピッとこう切ったりとか、そういうのにこう便利、こんな感じで使えると。ちなみにこれ僕ら電気屋でそのカッターナイフ禁止のところがあるんですよ、はい、これギリギリセーフだったりするんですよね、はい、あ、そうなんですか、はい、カッターってこう一個ずつバラってこう折れるじゃないですか、それの破片が入って危ないとかで、あ、なるほど、ね、現場によって禁止なんですけど、はい、これホールディングナイフみたいなやつですよね。そうです、そうです、ね、これはセーフやったりするんで。ちなみにこの下は何枚入れれるんですか？何枚、まあまあ4、5枚入りそうですよ ね、 だこの長い刃も入れといていいんですよね。そうです、そうです、ね、折れたりしても何枚か入れといて予備を入れとけるということで、はい、これは僕もちょっと動画で紹介しようと思ってた。あ、すいません、僕の方が先になってますので多分僕2ヶ月ぐらいかかるんで、後から出させてもらいます、はいはい、こんな感じで。そしたらありがとうございました、はい、じゃあこの動画は、はい、工具屋てっちゃんねるさんでも多分もう配信されてますしで、今日は出演してもらってありがとうございました。どんどん、こちらこそ。工具屋てっちゃんねるはどんな動画をやってるんですか？そうですね、まあ、僕は工具屋なんでね、まあ、名前の通り工具を紹介してるんですけど、まあ、僕はあんまべしゃり上手じゃないんで、工具の紹介を簡単に3つのポイントでまとめてますんで、はい、まあ、工具に興味のある方ぜひよかったら、ね、ご覧になってください。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。次ね、大人気デオルトコーナーにやってきました。僕の友達90キロなんですけど、はい、上乗っても割れなかったですよ。なかなか強いですよね。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。